全日空商事株式会社は、全日本空輸グループの商社である。ANA グループの多角化事業の中核企業であり、事業内容は、航空機部品の輸入取扱い等の、航空関連事業を中心に、広告代理業、空港店舗や通信販売の運営、紙製品の取り扱い、食品の輸入、半導体の取り扱いなど多岐にわたる。また、 パティスリーサダハルアオキパリの運営、スターバックスコーヒージャパン初のライセンス店舗の運営、国内初のパイロット訓練会社、パンダフライトアカデミー株式会社を ANA との共同出資で設立するなど、様々な投資的事業を展開している。本社所在地は、東京都港区東新橋塩止めィセンター。他の ANA グループ企業が、社名の全日空をのきなみ、 ANA に変えている中、本会社は、全日空を残す数少ない企業である。2014年現在4つのカンパニーの下、旧の事業部を用し、下記の事業を行っている。2000年までは旅行営業部もあり、旅行業も運営していたが、1999年に設立された全日空スカイホリデーに事業上と、全日空商事の部長が着服解雇。 被害2900万円。日本経済新聞2019年2月5日9時24分。2020年8月14日。閲覧。ありがとうございます。